青葉流 TV from 岡野横浜。青葉区では振り込め詐欺や空き巣などの犯罪被害が相次いで報告されています。そんな身近に潜む犯罪を防止するために地域で防犯活動に取り組んでいらっしゃる方々がいらっしゃいます。自分たちの街は自分たちで守る。今回はそんな取り組みをリポートしていきたいんですが、なんか行われていますよね。ちょっと見てみましょうか。なんだ、そいつかい。そうだよ、俺だよ。車で事故っちゃったんだ。オレオレ詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺の撲滅を目指して結成され、さつきが丘地域ケアプラザを拠点に活動する劇団さつき。劇団に参加する皆さんにお話を伺いました。劇団さつきさん、はい、結成の経緯というのはどういうことだったんですかね。さつきが丘ケアプラザの担当の方が、はい、青葉区で活躍する劇団を作りたいということで、うん、あ、なるほど。そしてアマチュア落語家の、うん、浮世手十八さんという方がいらっしゃるんですけれども、うん、その方を講師に迎えまして、うんうん、できました。あ、落語家の方を。でそれに賛同した人と、はい、あと昔から芝居がやりたいなと思っていた人、うんうん、それ人が集まって、うんうん、それで始まりました。劇団さつきさんの活動の内容をちょっとご紹介いただきたいんですけど、はい、主にオレオレ詐欺と還付金の、はい、うん、詐欺の方を、はい、まあ、舞台を通して、うん、広めていきたいということなんですけど、はい、活動に加わったきっかけを伺いたいんですけど、私は両親が以前詐欺の電話に騙されそうになったことがありまして、そうですか。実際寸前で気がついたので振り込まずには済んだんですけれども、うん、はい、そういった経緯がありまして、うん、はい、私自身こちら横浜の、はい、地域の皆様にそういった被害に遭わないようにぜひ何かお役に立ちたいと思いまして参加いたしました。千葉さんはこの劇団に所属というかこう活動するようなきっかけというか。私はプロで一応やってたんですけれど、はい、ケアプロでお世話になるようになって、うん、いろんなものを習い始めて、その中でケアプロの人にこういうの始めるので入ってもらえないかって言われて、うん、地域のおばあちゃんとかおじいちゃんに喜んでもらえるのが一番楽しいです。なるほど、はい。300万円ばかり上乗せになってしまいますが、大阪さんも拝見して楽しそうですね。この弁護士バッジを作りましてこの弁護士の近藤ですと言ったところで、うんうん、皆さんがわーっと笑ってくださって、はあ、初めての体験だったものですから、うんうん、私も嬉しくなってしまう。ああ、もうやみつきになりました。それ以降加藤さん、改めて皆さんにお伝えしたいことありましたら、はい、ぜひお願いしたいんですが、地域の方々に、うん、この芝居を見ていただいて、そしてもし頭の片隅にこの手口とかが入っていれば、いざ電話がかかってきた時に思い出していただいて、うんうん、そしてこれはちょっと待てよって、そういうきっかけになればいいなと思いまして、うん、なるほど、はい、皆さん、オレオレ詐欺には騙されないようにしましょう。劇団さつきはさつきが丘地域ケアプラザで月に2回第1、第3木曜日に参加者が集まり楽しく稽古をしております。また劇団さつきでは LINE を募集しております。皆様の参加をお待ちしております。青葉区では地域防犯への取り組みが活発に行われています。その中で今回は新枝連合自治会を訪れました。今後ろにこう上り旗もありますけど、この防犯の、はい、この地域にいろんなところにこれがあるということですが、はい、その地域で防犯に力を注いでいらっしゃる理由というのは何なんですかね。一番の理由は、はい、この旗を見た会員が、はい、この町は自分たちで守るんだぞ、あ、なるほど、そういう意識を、はい、防犯意識が高まる。なるほどなるほど。しかもその犯罪者にしてみると、うん、この町は防犯意識が高いんだな、うん、そう思わせる、うん、なるほど、抑止力があるんじゃないですかね。そうですか。いや、もうだいぶ長いことこれはやってらっしゃる活動ですか。平成15年から、あ、そうですか、現在150人ほどの、うんうん、方々が
まあ、4人ぐらいのグループになって回っていますけれども、はい、うんうん、週に3回ぐらい回っています。それは歩いて回っていらっしゃる。そしてあ、なんか今来ました。これあれがあの、はい、青パト、青パトと呼んでいますけど、はい、あの青色の回転灯をつけて、はい、防犯の、アナウンスをしながら街を回って。あ、なるほど、はい、行ってらっしゃい。お願いします。お願いします。お願いします。安全安心の新枝にしましょう。歩くのと、はい、今出かけていくと青パトで、はい、大体毎日というような形になっています。毎日やってらっしゃる、はい、あと毎月27日ですけれども、はい、あの交番の日ということで、うんうん、枝交番のおまわりさんに一緒に来ていただいて、はい、なるほど、パトロールを一緒に警察官の方 と一緒です。あら、それが交番の日、はい、あとはそうですね、例えば地域に、ね、子どもさんもたくさんいらっしゃるかと思いますが、はい、子供さんの下校時に、うん、見守りということで、うん、これもしています、うんうん、2人の方が、うん、通学路に立って、あ、なるほど、子供にお帰りなさいとか声をかけて会長、改めてその防犯活動への思い、そして皆さんに伝えたいことをぜひお願いしたいんですが、この町にもう住んでてよかった、うん、それから、あ、引っ越してきてよかったって、そんな思いが持てる、つながりのある町にしたい。桜庭社長、よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。あの、今回ここまで特殊詐欺被害防止のために取り組んでいらっしゃる劇団さつきさん、はい、地域防犯に取り組んでいらっしゃる新枝連合自治会さんにお話を伺ってきたんですけど、はい、やっぱりそういった地域の皆さんの力っていうのは大きいですよね。はい、やっぱり警察だけでできることというのは限界がありますので、はい、うん、本当に様々なそういう防犯活動を展開していただいてありがたいと思っております。青葉区は人口当たりの犯罪の、認知件数っていうのが県下の平均に比べて約6割程度ということで、非常に犯罪の少ない町ということになっております。本当にあの皆さんのおかげだと思っています。なるほど、改めて所長から区民の皆さんへメッセージをお願いいたします。残念ながら特殊詐欺の発生だけは、今も続いている状況です。犯人に騙されないように気をつけていただきたいと思います。より安全で安心な青葉区の実現のために、みんなで一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ガマナ県の美味探訪。このコーナーでは青葉区内の美味しいお店、青葉ブランド認定店を紹介します。まず伺ったのはタマンプラザにある寿司柳川。こちらでは一人前おまかせ握りをいただきました。うん、もう入れた瞬間に油がこっちわーっと見られます ね、はい、お寿司作りの上で大切にしてるっていうのはどういうポイントですか。どうしてもこう職人って自分の好みとか、うんうん、そういう方に走りがちなので、うん、やっぱりこう、うん、お客様が食べていただいて、はい、こう喜んでいただけるものを作っていかなくちゃいけないので、まあ、そういう意味では一手間もそうですけど、はい、朝の市場行って魚を選ぶとこから始まって、うんうん、ちゃんと丁寧におろして、それでお客様のもとへこうおにぎりの形としてこう出してあげるっていう、あとはちゃんとした細かい仕事をしてないと全部ここに凝縮されてしまうので、なるほど、はい、そうか、そうなんです、うん、もうそれがお客様の笑顔につながるので、なるほど、はい、美味しいなっていうリアクションがあるとこの近さですからね。もう私の笑顔にもつながってくるんですよ。もう本当に続いて訪れたのは青葉台にあるベーカリーカフェコペ。こちらでは桜坂食パンをいただきました。名前がいいですね、まずね。桜坂食パン、はい、桜に、はい、楽しい坂です。うちのお店の前に走ってる坂の名前をもらって受けました。うんうん、桜坂って昔からあった名前でしたか。命名されたのが今年の3月です。うん、あ、名前ついたばっかり。はい、うん、もっしもちですね。そうなんですよ。これは国産小麦の特徴であるそのもちもち感、うん、それ以外にその国産小麦を一回熱を加えてこねたものを改めてその練り込むんです。そうするともっちり感が増して、そういう一工夫があるんですか。はい、それはもう何回も何回も試行錯誤して、そうですか、はい、うちのパンを食べて笑顔になってもらいたいんです。笑顔になってもらいたい、はい、食パンに限らずなんですけど、うんうんうん、選ぶ時に笑顔で選んでもらって、で食べた時に笑顔になってもらいたいなっていうのがいつも思って。なるほど、そのためには妥協しない。そうですね。皆さんも訪れてみてはいかがですか。
魅力いっぱい青葉区。次回もお楽しみに。